私の名前は花山芽衣、共働きの主婦だ。家の近くの宅配の事務所で働いている。夫の吉春とはもう結婚して3年になる。これといった問題もなく暮らしてきたんだけど。なあ、弟がこっちに来たいって言ってるんだけど。え、弟さんって？夫には弟がいる。大学受験に失敗して、それからずっと引きこもりらしい。最近やっと外出するようになったと夫が報告してきた。それだけなら喜ばしいことなのだけれど、問題はこの後だった。あいつ秋葉原に行きたいって言ってるんだ。連れて行くから、うちに1週間泊めるから。え、何それ、聞いてないよ。うちのどこに泊める部屋があるの？うちは 2LDK、 余分な部屋はないのだが。翔太郎がいる間はお前が実家で寝ればいいよ。本気？実家は確かにここから車で1時間ほどだが、弟のために出て行けなんて納得できない。しかも朝食には帰ってきて作れ、夕飯は豪華にもてなせ、昼飯は外で済ませてやるから金出せ、などなど、とんでもない要求までしてきたのだ。弟がいる間は仕事休めば可能だろ。なんでそこまで。私は義弟を二度しか見たことがない。初めて見たのは義実家に結婚の挨拶に行った時だ。トイレにささっと駆け込んで、さささっと出ていく後ろ姿のみ。私に義母と夫は、シャイで人見知りなんだよ、なんて笑っていた。二度目に見たのは、お正月に義実家に一泊することになった時。その時はまだ私は客だったので、さ、先にお風呂入っちゃって。と言われたままに一番にお風呂をいただいたら、その後突然やってきて、血尖らせて、課長が一番風呂だろ。と言ったのが、初めて聞いた彼の声だった。義父はだいぶ前に亡くなっていて、夫は実家を出て一人暮らししていたし、義弟は課長扱いだという。ごめんなさい、すぐお風呂洗うわね。と義母は気にもせずニコニコ。この時点で異常だ。夫は至極まともな人だと思っていたのだけれど、結婚してしまったらこのありさま、絶対に無理だよ。これは決定事項だから、吉春が来る前に少しでも部屋を広く片付けろよ。私の意見など聞いてくれない夫。これがはっちゃけというやつなのか。言われた通り、私は自分の荷物全部まとめて実家へ向かった。そこから会社に通ってもあまり問題はないし、母を驚かせてしまったのは申し訳なかった。それから仕事が終わった頃、メールが来ていた。今日はそっちに泊まるの？部屋広くなったね、えらいえらい。嫁の荷物が一切なくなってるのも弟のためだと疑ってもない様子だが、弟が来る日が近づいてきているのに帰ってこない私に不思議がり、帰ってこいよ、準備しろと命令メールが来まくるように。そして義弟が来ると言っていた予定の日が過ぎた。ずっと帰ってこいを無視してたら、職場に夫がやってきた。おい、なんで帰ってこないんだ。お客さんの迷惑になるので帰ってください。今夜話し合いだぞ。人目を気にする人なので、軽く話をしただけで終わり、今夜話し合うことに無理やり決めて帰っていった。お母さんにも来てもらおうか。一人であの人を相手にできる気がしなかった。その間にも夫からは勝手なメールばかりが届いていた。多分義母からの転送で、義弟の食べ物好き嫌いの内容がずらりと書いてあったり、野菜はアスパラとジャガイモとキャベツ以外はダメ、アスパラも励まさないと食べれません、好きな食べ物はお肉で特にハンバーグが好き、でも玉ねぎ以外の野菜が入ると食べれません、一通りのことは自分でできるけど、お風呂の後髪をタオルで拭いてあげてください、他は自分でできます、歯磨きも歯ブラシに歯磨き粉を3分の2つけて渡してください、何でも自分でできるので大丈夫です。いやいやいや、何が大丈夫なんだか、30の男なのに吐き気すら覚えた。お風呂の時にパンツとパジャマを出してあげてくださいね。タオルは洗い場のドアすぐ外に。パジャマとタオルを一緒に置くと、パジャマが濡れて着てくれません。こんなことも書いてあって、タオパンパって本当にいるんだと、もう笑えてきた。そして夜になり、母も呼んで話し合いに。なんで義母さん呼んでんだよ。冷静になって聞いてくれる人が必要でしょ。なんだよお前、勝手なことばかりしやがって。とにかく怒っていて、謝れの一点張り。計画が丸つぶれになった、弟のやる気を潰した、俺の顔を潰した、などなど。ねえ、私を家政婦扱いすることはどう思っているの。そんな些細なことも我慢できないのか。
呆れたように言われ話す気がなくなってずっと無言で通してたら、夫は鼻で笑ってきた。態度を改めないなら離婚するぞ。はい、ぜひそうします。すぐにそう返したら、夫は豆鉄砲を食らったようにポカンとしていた。それじゃあとは離婚に向けて。ふざけてるのもいい加減にしろ。怒り続けているので私と母は退散。全部録音していたのは正解だった。ありゃダメね。うん、離婚するわ。車の中でそれだけ話し無言になってしまう。母も夫がいい人だと思っていたのでショックが大きかったようだった。実家に着くと夫からは、言い過ぎた、ごめん、一度頭冷やして話し合うよ、弟のことは白紙にするよ、一番大事なのは君だからね、なんてメールが来ていた。父にも両親に離婚することを伝えると、戻ってきなさいと言ってくれ、知り合いの弁護士にメールしてくれた。その間にも夫からのメールはやむことはなかった。明日から母さんと翔太郎が泊まりに来るよ。弟は母さんが見るから心配いらないから。二人とも揃ってるから夕方にでも挨拶しに来たら。これから布団買うよ。猫の貯金から出すからな。猫の貯金とは、いつか猫が飼えるところに引っ越したり飼育費用にしたいと思って500円玉貯金していた貯金箱のことだ。インテリア化してたから持ってくるのを忘れていた。勝手に使って私が慌てて戻ってくるとでも思っているのか。そして次の日、なんと私が仕事に行っているうちに義母が実家にやってきたという。義母一人で来たので母が挙げてしまったらしい。相手をした母はげんなりしながら話してくれた。夫と義弟はお出かけ中なのでこっそり一人で来たんだとか。義治はとてもいい子なので離婚しないでほしいんですよ。母思いで弟思いなんです。メイさんがいなくなるのは悲しいし困るわ。おっとりした人だけど会話が途切れず、自分の言い分だけガンガン言うだけ。母はだんだん疲れてきたが、義弟の世話までメイにさせる気なんですかとはっきり聞いたようだ。最初はそんな気は一切ないというようなことを穏やかに言っていたが、途中からだんだん怒り始めた様子。今回のことでね、娘はとても傷ついているんですよ。そちらの兄弟のために家政婦扱いするなんて。家政婦だなんて、普通にもてなしてほしいというだけじゃないですか。普通にって、頭ふけだの、朝は揺り起こせだのは異常でしょ。そんなことお願いしていません。義弟君は一人で何でもできますから。じゃあなんであんなこと書いて起こしたんですか。世間に慣れてないからちょっと手助けしてってだけですよ。こんな押し問答が続いて、とうとう母も切れた。このまま娘に義弟君押し付けられたりするんじゃないでしょうか。そんなことあるわけないです。家も蓄えあるしで大丈夫なんです。家とか蓄え以前に世話は誰がするんですか。だから翔太郎君は一人で何でもできます。私のことも見てくれます。何なんですか、旅行中だけの話なのに。いやだから来年のこととか勝手に話を進めないで。翔太郎君は私と暮らしていくんだからいいじゃないですか。勝手に入ってこないで、余計な面倒を起こして。義弟君は私がずっとずっと見るんです。メイさんは義治の世話だけしてりゃいいんです。そっちで勝手にやって。もう夕飯の支度があるから帰りますから。母は帰った後、ただただ呆然とするしかなかった模様。これもメモなどに記録しておき、母に確認してもらう。疲れさせてしまい本当に申し訳なくなった。そうとも知らず夫からメールが来る来る。いちいち猫の貯金からお金出したよって書いてあるので、それが私の弱点だと感づいているよ。図星だけど無視してこらえた。それから弁護士さんと打ち合わせをし、じゃあすぐにでも話を進めましょうかということになった頃、なぜか突然夫から、しょうがないから離婚してやってもいいよ、のようなメールが来た。早く帰ってこい、離婚なんてしないだったのに。不思議に思っていたら共通の友人から連絡が来た。離婚するんだって、本当に、とメールには書かれており、詳しく聞いてみることに。妻から離婚切り出されたと職場で話題にしたらしく、そこで入ってきたばかりの新人の女の子が、じゃあ次私が狙っちゃおうかなとか言ってたらしい。それで本気にした夫はかなり舞い上がっているそうで、その女の子、人の男にばかり狙いつける厄介者だから気をつけてねと言われたが、心の中でぜひ頑張ってほしいとつぶやいてしまった。弁護士さんを連れ日曜日には話し合いとなったが、
来た夫はニコニコ。はいはい、離婚ね。まるで俺は平気だからとも言いたげに全部の要求を飲んでくれた。まだ結婚して1年半なので共通の貯金も少額。夫から気持ちよいほどはいはいと署名に捺印にポンポン押してくれた。緑の紙を出した時も、これが離婚届かとちょっと楽しそうにしていた。頭の中は新人の子でいっぱいなのだろう。夫一人で来ており、一応義母と義弟はどうしているのか聞いてみた。ああ、翔太郎さ、秋葉原が気に入ったみたいで毎日出かけてるよ。3人楽しく暮らしてるから。あっそという言葉しか出ず、話し合いは1時間もせず終わった。無事離婚届も提出、無事に自由の身になった。弁護士さんから夫にも連絡してもらったら、夫から、今までありがとう、これからも困ったことがあったらいつでも頼っていいからねとメールが来ていた。ずいぶん余裕しゃくしゃくな様子。二度と連絡するか。スマホを変えようと思ったが仕事のこともあるので変えないでいたら、なんと夫の方から連絡してきた。早速で悪いんだけどさ、母さんと弟が風邪ひいちゃったんだよね。明日休みだよね。今日仕事終わったら夕飯作りに来てくんない？弟、お粥食べらんないからオートミールでいいんだけど。いやいや、離婚したんですけど。当然無視してたら、じゃんじゃんメールが来るわ来るわ。おい、優しいメイちゃんはどこ行った？風邪ひいた俺にウサギリンゴ剥いてくれたメイちゃんはどこ行ったんだよ。まだ怒ってんのかよ。大人げないぞ。それから元義母と元義弟はなんとか回復したが、こんな空気の悪いところにはいられないと新幹線の距離をタクシーで帰ったそう。友人からも連絡が来ていて、どうやら新人の子は彼氏ができて夫のことは目もくれなくなったみたい。だから寂しくなってしつこくメールをよこしているのだ。そろそろ寂しさが限界になってる頃じゃない？踏み切れないでいるなら俺はもう怒ってないから大丈夫だよ。メイのグラタンが食べたいな。ちょっとしたことにもメイを思い出す俺。なんだかんだ言っても俺の隣はメイだって決まってるんだなって実感したよ。だから安心して戻ってきていいからね。チュッチュッ、もう一つおまけチュッ。いい加減飽きてきたので、これ以上送ってくるならまた弁護士挟みましょうかと伝えたらばったり来なくなった。その後夫は手当たり次第女性社員にデートに誘うようになったようだ。しかし離婚の経緯を自分から話していたので相手にされず、むしろ遠巻きにされているとか。兄弟揃ってありえないと言われてしまい、少しずつおかしいのは俺の家族なのと気づき始めているそうだが、もう遅い。義母も何でもかんでもやってあげているせいか、年のせいだかはわからないが、ついに体にガタが来て夫に帰ってくるようにお願いしたようだ。喜んで仕事を辞めて帰った夫だったが、家事も仕事も何でもかんでもやらされるようになり、あんなにだったのに喧嘩ばかりになったみたい。俺は転職したばかりなのに家事くらいやれよ。俺がそんなことできるわけないだろ。仲良くしてよ、お願い。正直自業自得だ。転職で激務になってしまったみたいだし、家族力合わせて頑張ってほしい。私の方は実家から離れベッド OK の部屋で一人暮らししている。ほんと、あのまま暮らしていたらどうなっていただろう。想像するだけでゾッとする。わずかに残っていた猫貯金を崩し、ようやく迎えた新しい家族と共に頑張っていこう。ご視聴ありがとうございました。また見てね。